ていく気なの？上を羨む生活に疲れたんだ。ここがビッグさんち。そうか。また反省体育。ああ。意外だな。ちょっと心配っす。さあ、次はジェシンチっす。ミッドガルを出ていくから。元マコロ勤務の者たちで。マコロのニュースが。ここがジェシンチ。役者志望の女子。ああ。念のため、警告っす。アバランチのことはバレない。そこは、兄貴も本気にし。何のことだ。ふんふんふん。女はみんな大女優っす。明日、5番がいる。ほらほらにゃる、バニーパーツ。みんな挨拶。今日の門番はこの三兄弟。じゃあな。見送りどうもっす。手当て、忘れるなよ。了解っす、兄貴。その呼び方やめてく。怖くない怖くない、兄貴は優しいっすよ。よしよしよし。ああ、好きにしよう。よくできました。よしよしよし。こらニャル、拗ねちゃダメっす。バニー、今日も可愛いニャ。兄貴、猫ちゃんゴロゴロします？見分けがつくのか？もちろん、家族だから。フロニャルド、ギバニッツァ、パスティ。なるほど。ビックスとジェシーの様子も見てほしいっす。じゃあ、おやすみなさい。